言っても山下博さんギター弾いて20年じゃないですか。いや30年ギター弾いて30年、うん、あの小5で始めて、ギター小5で始めたんですか、博、うん、さん、小6でピーク迎えて早いっすね、どんどん下手になって、マジで、うん、小6の時振動しんどったね、しんどったそこで終わったよ俺も、アイバーの振動、アイバーの振動、アイバーのゲイって OK、アイワーズゲイってなんか聞いた記憶あります。あのマラソンの、そんな人の、なんか有森さんっていう女子マラソンの旦那さんがゲイだったっていう話ですか、それって。絶対もうみんな忘れてる話だと思うんですけど。全部何でも覚えてるから。今山下さんと話してて、アイワーズゲイって思い出したんですけど。アイワーズってもうゲイしかないんで。みんな覚えてますか、その話。小6で終わっちゃった。小6でピークを迎えて、だんだん普通な感じにじわっと。もう終わったってあれです。90年代の話なんで、もしかしたら知らない人もいるかもしれないですけど、この山下さんって一時期はあのトラットリアとクルエル両方から出してたんじゃないですか、作品を。出して出した。90年代前半トラットリアっていうと小山田圭吾さんがやってたレーベルで、クルエルっていうのは、滝見健二さんがやってたレーベルで、小山田さんと滝見さん2人の強者のレベルから出してる広瀬さんって何者だろうみたいな、死人みたいなもんだ。え死人めちゃめちゃ意外な答えがトラットリアエンダーはこのそばにあったね。だから恵比寿に事務所があったのか、よくご飯炊かに行ってました、トラットリアに。そうマジですか、トラットリアだけに。そんな山下さん、今度5月にソロアルバムが、そうだね、無理やり無理やりさあ、ギター30年弾いてのファーストソロアルバムっていうことなんですよ ね、 そ う、 ね、うん、そうそう、ギターでもあんま弾いてないし、やっぱ苦手だから歌を歌ってます今回、うん、そんな感じなんで、ちょっと5月に山下博さんのソロアルバムも聴いてもらえたらと。それ DJ イベントがいいね。え DJ やるよ。やりますか。DJ 歌歌わないよソロアルバム出すけど歌は歌わない。そう、 そう、 そう DJ だよ、ね、あー DJ ちょっと好きやな。ちょっと自分と博さんが何かやるときまたぜひこんな感じで裏を書くっていうのが裏を描く、うん、もともと好き。これも結構裏を描いて入れてるじゃないですか。まあ、伝わると嬉しいですけどね。直球のフォーク、直球のフォークユニットじゃないですからね。歌を歌うっても。直球のフォークユニットだと思われたらちょっと。じゃあ、歌を歌うだけでも裏描いてると思う。あ、それは、そういう意味で。うん、なるべく、平日だけ歌おうかな。そうなんです。それ発想はいいですね。そういう感じでやろうと。じゃあまた、ヒロさんと何かやるときは皆さん、よろしくお願いします。次は60年代の、ブルースロックというんですかね、ウォーキングザドッグという曲を、日本語をつけて歌っています。これって日本語でどうやった人とかいないの？例えば清志郎とかさ、なんか冗談っぽくやった人はいるかもしれないですけど、なんか一回浮かばないよね。いそうな気もするんだけど、すごい人気の曲で、今からやる曲っていろんなバンドがやってる曲なんですけどね。ね、ルート66とか、この辺のブルースは、うん、ありそうだけどね。多分30個ぐらいのバンドがやってるかもしれないですよね。まあそんな曲なんですけど、犬のようにってタイトルをつけてます。
show another way. Oh, how that works out.